シュート、おー吸い込まれた、追いついたカナダは18分。大分に強い杉浦、18分に同点に追いつきました。まあ、ボールを受けてからこの縦パスですよね。前がポーンと開くんですよね、はい、そこを逃さずシュートに持っていったところと、まあ、マークピッチをこう利用したっていいですかね。ショートバウンドで少しね、キーパーの手前でピッチも濡れてますからね。ここ走りましたね。さあ右サイドダイレクトで出ていった、林追加点、金沢、林金沢逆転に成功しています。2トップの関係性ですね。ここ林が下火のボールしっかり受けて外にいた杉浦、グランダーのボールでしっかり合わせた。この2人の関係で、ね、点が取れちゃうんで、はい、まあ、非常にその前から、ね、いいリズムで大分のゴール前でね、何度もいい形作り出しましたけど、ようやくね、藤村セットして右足はーゴール終わりました。金沢同点に追いつきます。藤村から加藤、何度も落ち着いて、このボールが非常に良かったですよね。前で少し触ってるんですかね。杉浦が少し頭で後ろに反らしたボールに対して加藤がしっかり合わせたと。そうですね、はい、だから藤村が蹴る、直接狙ってくる、決まった、庄司の得点。セットプレーからまずは先制、金沢行きたいね。金沢としてはね、長崎のオファーを奪うようなね、イスタンブルの得点ですよね。庄司選手がね、この相手のディフェンダーの間から抜けて、ここで駆け引きして行って体ぶつけて自分のスペース作ってるんですよね。ここにこの藤村選手の素晴らしいボールが入ってくる。回転もね、これ触るだけで相手の方に向かっていくようなボールなので、相手のディフェンダーに多少当たってもね、こうボールに向かって飛んでいくようなボールを蹴ってますからね。庄司選手としてはおでこでしっかり捉えて角度を変える。加藤純也仕掛ける、左足クロス、こぼれたところもう一度拾って決まった、打ちも良かったですね。一旦真ん中に集めておいて、サイド空いたスペース、加藤選手でシュートを見せかけてワンフィントでかわして、このこぼれ球なんですけど、相手選手反応早かったですし、持ち直した段階でこうクロスを上げるっていう選択肢がね、みんな頭によぎったと思うんですよね。そこで、まあ、プレッシャーがないことを見て、しっかりニアのスペースをね、抜くっていうこの技術の高さもそうですし、まあ、フォワードらしい、まあ、思考というかね、あそこしっかりシュートで終わるっていう、点取って終わるんだっていうところがね、強く現れた